すりさわ駅は、岩手県一之関市大東町、すりさわ座街道下にある、東日本旅客鉄道大船渡線の駅である。当線には、このすりさわを経由にするため、声優会が圧力をかけてできた大きな迂回があり、しばしば、画電引き金の代表例とされている。駅前にはその仕掛け人とも言うべき、佐藤親子の胸像が立っている。直藤駅は、 開業から1927年7月15日までは終着駅であった。プラットホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは校内踏切で連絡している。一の関駅管理の業務委託駅。出札窓口、自動券売機がある。なお、出札窓口は2015年5月18日までは緑の窓口として営業していた。 駅舎は、市の関市役所すり沢市長所及び、客席数600のコミュニティホールと構築で、鉄筋コンクリート作り3階建て。総工費は19億円で、当時のすり沢町が全額負担した。なお、建物床面積のうち駅舎部分は110平方メートルに過ぎず、コミュニティセンターが約2000平方メートルである。 駅舎と駅北側とは自由通路で結ばれている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は190人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。